はい、皆さん、こんにちは。元スロップのヨシーです。えー、今回はですね、あのー、音声で、あのー、まあ、ちょっと意味のない、まあ、私の事務所ですかね、まあ、ちょっと非常に片付いてないんですけど、まあ、そちらを、えー、流しながら、ちょっとですね、音声の方でいろいろと情報発信をしていこうかなと思っています。えー、今回はですね、ビジネスにおける、まあ、ゾーンっていう、ちょっと心理状態がありまして、 あの、まあ、結局集中したとか、無意識だとか、まあ、非常に精神的にリラックスして、あの、質の良い仕事ができるっていう、まあ、そういう状態なんですけど、まあ、よくスポーツメンタルトレーニングとかで、あの、ゾーンっていう言葉がよく使われて、私も中学校の時とかいろいろ勉強したんですけど、今回はですね、それをセドリに応用し、できるような話をしていきたいなと思っています。で、皆さんご存知の通り、セドリというのは、あの、 やったらやった分だけ結果が出るっていうぐらい、非常に再現性の高いビジネスだと思っています。で、よく、まあ最近受ける質問で、今でもセドリは稼げますかっていう質問を、まあ、いただくことがあるんですけど、まあ当然のごとく、まあ私も収入を得ていますまあそれで法人化もしていますし、私の周りの方も実際にセドリで収益を上げていらっしゃいます。つまり、セドリは稼げるんですけど、やっぱりどうしてもその行動量に比例する ってていいうう部分がどうしても大きいんですよねで行動するとなると、やっぱり人はどうしても、まあ、えー、快楽を求めてく、あの、まあ、辛いことを避けるっていうか、まあ、人間の本能なんで、 例えばですね、仕入れ先が遠かったら、ちょっと行きたくないなとか、うん、カードの日付があれだから来週に回そうとかって、いろいろな言い訳をつけて、あのまあ、仕入れに行かないとか、まあ、一番よく聞く話は、商品の仕入れには行くんだけど、出品できないとか、でそれ、どちらにしろ結局、モチベーションというか、自分の心理状態があのうまくそのビジネスモードに入ってないっていうことで、それを持っていくためのちょっとしたコツをですねお話ししたいと思っております。 でですねあのまあちょっとした小ネタにはなるんですけどあの一つはですねこれ私も非常に経験してましてあの仕事ですね仕事のスペースとあの食事のスペースと あの、寝る部分のスペースを分けるということであります。まあ、でもほとんどの方が、あの、家っていうか、その、せどりの梱包作業は自宅でいらっしゃると思いますので、あの、おそらくその仕事と食事寝るっていうのはほぼ一緒かなと思います。私の事務所も、ちなみに素方なんで、えー、事務所で寝ますし、事務所で仕事を知ることも多いですし、寝るのも事務所です。はい。 なんですが、あの、そういう上で、場所はしっかり分けるというか、そういうことはしてい,きたいただきたいなと思っております。で、私がやっていた一つの例なんですけど、あの、これはどうなのかなあの、ちょっと、 かなり一人暮らしの方にしかできない小技というものがありまして、まあ出品たまるわけじゃないですか。特に一人暮らしでやられてて、それをやってると、あの、それで、さらに服用の場合って、やっぱりどうしても出品作業が雑になっちゃうんですよね。あの、後回し後回しっていう感じで。で、そこでどうするかっていうと、まあ出品したものあるわけじゃないですか。特にある程度その売り上げが上がってくると、やはりそれに応じた仕入れ料っていうのが必要になってくるんで、そうですね、売り上げで、 月100万超えてくるぐらいになると、ちょっとですね、部屋がちょっと埋まりかけるというか、そういう現象が起きてくると思います。そういう時に出品を行、行ってしまうと、その対策として私は、えー、寝る場所あるじゃないですか、ベッドに。ベッドの上に仕入れたものをボンボンボンって置いていくんですよ。するとどうなるかっていうと、 はっきり言っちゃって、出品作業をしなきゃ寝れないわけですよ。うん。人間はどうしても寝なきゃいけないんで、で寝たいわけじゃないですか、皆さん。うん。絶対、毎日、睡眠時間は必要なんで、それで、寝る場所に、ベッドのところに知入知れ,れたものを置くことによって、その日にうちに出品してしまおうと。まあ、出品しなくても、そのコメントを書いたりだとか、あの、商品登録だけでもしてしまえば、かなり楽っていうのは、多分皆さんわかると思うので、えー、一つ、えー、参考にしていただきたいなと思っております。まあ、あとですね。 ま、時間を分ける、あの、決めるっていうか、あの、キッチンタイマーの話とか結構多いんですけど、まあ、例えばですね、まあ、電動制度でやると言うにしても、誰ら誰らやるんじゃなくて、例えばですね、えー、1時間っていうふうに決めて、あの、何商品リサーチするっていう目標を決めてやると。で、あの、キッチンタイマーを横に置いておけば、残り何分っていう感じで意識するわけじゃないですか。やっぱり人は、 時間を意識すると、やっぱり、あの、モチベーションというか集中力が上がるんですよ。それはまあ、スポーツとかでも一緒なんですけど、それでやっぱり、キッチンタイマーをぜひともですね、あの、購入していただきたいなと思っています。私も今日この話聞いたので、早速 Amazon でキッチンタイマーを買いました。まあ、買った商品については、まあ、下の方に URL で載せておきたいと思います。で、あとですね、まあ、ちょっとした小技の残り5つぐらいになるんですけど、あの、やる気のスイッチですね。 あの、人って、あの、さあやるぞって言って、やれる人って多分なかなかいないと思うんですよ。それは、あの、寝て起きた時も人だと思うんで、あもうあと30分寝たいとか、あと1時間寝ようみたいな、その二度寝の快楽というか <laughs>、そういうものを知ってる人はですね、どうしても、そういう風に、え、快楽の方に行ってしまうんですけど、そこで気持ちを切り替えるための一つの、 まあ、えー、ツールというかですね。アロマというものがあります。で、アロマも私はまだ、えー、まあ、アマゾンで注文したばっかしなんですけど、まあ、入れようかなとはもともと思ってたんですよ。なんでかっていうと、まあ、単純に、事務所がなんか華やかさがない,いなっていう。せいぜい空気清浄機が一つ置いてあるぐらいなんで。で、あの、仕事、特に背取りの梱包とか、まあ、電動背取りでも何でもいいんですけど、仕事に関しては柑橘類がいいらしいですね。あの、レモンとか、オレンジとかで。ちなみに自分はグレープフルーツ選びました。はい。 で、あとは、まあ、五感に訴えるというか、空腹っていうのはどうしても人間の集中力を妨げるわけですよ。あの、まあ、満腹になりすぎてもいけないんですけど、特に空腹の場合は、その、せどりとか仕事以外のことをどうしても考えちゃうんで、これを終わったら何を食べに行こうかとか、その集中力が途切れちゃうんですよね。そこで、あの、まあ、甘いものというか、まあ、甘いものは太ったりとか、まあ、健康上よろしくないんですけど、 まあほとんど砂糖を使ってない、えー、95%カカオみたいな、そういうチョコレートとか100%のチョコレートも売ってますんで、そういうものを利用していただければいいかなと思っています。ちなみに私の事務所にも、えー、95%のチョコレートを置いていて、まあまああの、ちょっとした合間に、あの、食べています。はい。で、あとはですね、まあちょっと耳っていうか、まぁ、あ、音楽ですよね。まあ自分の好きな音楽をかけてもいいんですけど、あの、自分の場合はなんか、セミナー動画をですね、 流してみたりとかっていうのをやってましたけど、セミナー動画流すよりかは、えー、っとですね、自分の好きな音楽だったり、あとノナ内アップデート。こちらはですね、あの、七星明さんの日刊メルマガの方で、あの、ちょこっとリンク貼ってあるんですけど、だいたい3000円ぐらいで買えるものなんで、えー、そちらを流しながら作業すると、驚くほど仕事の効率が上がるということなんで、順はちょっと買って聞いてないんですけど、えー、その成果が出次第また報告したいなと思っています。で、あとはですね、まあ、 体を動かすっていうことです。で、それ自分は体を動かすっていうので、スクワットとか、腕立て伏せとか腹筋とか何でもいいんですけど、自分は、その仕事する前に、バランスボールを乗ろうかなって思ってます。で、なんでかっていうと、バランスボールに乗るのがもともと好きだからっていう単純な理由なんですけど、体を動かした後ですね、その、まあ、仕事モードに入るっていう一つのスイッチを、あの、押すための、なんていうんですかね、その、起爆剤というか、というのに非常に有効だっていうふうに聞いたので、まあ、あ ま、腹筋でもいいですし、まあ、そこら辺を、あの、走るっていうことでもいいと思うんですけど、そういうことをやっていくと、仕事の効率が上がるということであります。まあ、あと一番はですね、もうこれ私も見よ体験してるんですけど、あの、約束を絶対に守らなければいけない人の前で宣言をするということですね。私も、あの、過去2回宣言したことがあります。まあ、1回目は、せどりで全く稼げてなかっただけですね。 もう、はっきり月賞20万円いくかいかないかぐらいかっていう時も、まあ、えー、それ開始して2ヶ月目ぐらいはあったんですけど、その翌月までにしっかり月の利益を15万以上出さなきゃいけないっていう風に、あの、まあ、親父の方から言われて、それができなければ就職するっていう、非常に、切羽詰まった状況があったわけなんですけど、そういう切羽詰まった状況で、その、課題を出せるわけじゃないですか。人間課題を出されると、やっぱりどうしても頑張るわけですよ。自分も、もう、がむしゃらにとりあえず仕入れて、 結果的には、まあ、売上で言えば200万円いって、利益も15万円突破できたんで、あの、良かったですね。あとはですね、まあ、去年の、ええー、2013年の12月ですね。やっぱりこれは、ええー、来年っていうか、まあ今年なんですけど、法人化したいっていう目で,で、やはりどうしても売上をしっかり、その、年末商戦を、いい結果に乗り切りたいっていうので、まあ、売上の目標を400万というふうに立てたんですよね。 まあ、400万って言うと、正直自分の中で想像つかなかったんですよ。その時11月が300万だったんで、12月は、その、1回しかまだ経験しなかったんですよ、当時。2回目がなかったんで、どのぐらい売れるんだろうかっていう。まあ、当時は中古もやってましたから、中古も動くんだろうがっていう不安もあったんですけども、とりあえずガラムシャラに仕入れたら、まあ、600万を超えたっていう形になったんで、で、人もですね、まだセドリの、あの、例えば自分が月賞100万円行きたいっていう感じで、 それでもまだ目標が達成できないと。どうしても2、30万で、えー、滞こってるということであれば、それはもう行動力でほぼカバーできてしまう。まあ、100万円は間違いなく行動力でカバーできてしまう売り上げだと思うので、まあ、大切な人、まあ、家族の方でもいいですし、あの、まあ、おじいちゃん、おばあちゃん、お姉ちゃん、お父さん、お母さん、恋人、えー、弟、妹、まあ、先生でもいいんですけど、まあ、師匠とかでもいい。師匠が一番いいですかね。まあ、教えてもらってる人であれば。そうでなければ、Facebook とかに書き込んでしまうと。 っていうことをすれば、いずれにしろ、その、なんていうんですかね、約束を破ろうとはしないですよね。というような感じで、まあ自分も輸出で、あの、まあ、また、いろいろと、その、集合指導を受けてるんですけど、まあ、3ヶ月の間に売上五5万ドル、月賞5万ドルっていうのをいけるように、もう宣言してあるので、行かないとまずいっていうので、ちょっとこれから戦略を練ってる分なんですけど、はい。 というような形で、もう宣言してしまえば、あとはもう半分は達成できたと思っていいですよね。はい。もうセドリはもうノウハウっていうよりも行動量の部分ですよね。特に100万円売り上げいかないっていう部分であれば。まあ、古本セドリに関しては、ちょっと、あの、私はわかんないんですけど、それ以外の部分に関しては全然いける筋だと思っているので、ぜひですね、その行動量でセドリは結果が出るんで、その行動を促す部分で、 今まで挙げたお話をぜひ参考にしてみてください。えー、以上になります。